この取り組みは JA バンクが毎年行っていて、今年で14回目です。今回送られた教材はおよそ2万部で、食と農業の密接な関わりや流通の仕組みなど、農業について広く理解を深められるよう、イラストや写真を多く使って作られたということです。県教育委員会では、この教材を県内の小学校や特別支援学校など合わせて436校に配り、教育に役立てることにしています。